外交イニシアティブ、平和外交、安全保障に関する立憲民主党への政策提言、代表、泉健太さんからコメントをいただきます。はい、お願いします。泉代表、ありがとうございます。どうも、こんばんは。皆さんどうも、こんばんは。立憲民主党の今、代表しております泉健太でありますので、代表の発言となると多少気を使うところもありますけれども、許される範囲でですね、お話をさせていただきたいと思います。まず本当新外交イニシアチブの取り組み、役割というのは非常に大きくってですね、外交安全保障の専門家の皆様がこうして前に並ばれている中で、もう一つの道筋があるんだということを示していくこと、これが大事なんだと思います。一時期我々もいわゆる親日派と言われるアメリカの様々な方々おられますが、結局その方ばかりがもう繰り返し日本の政治家たちに接触していてですね、なかなかもう一つの筋があるのかどうかすらわからないという状況が続いてきたわけですが、やっぱり猿田さんはそういったアメリカの声を丁寧に集めてきてくれているので、我々も考え方を相対化できるわけですよね。アメリカはみんなこう言っている、国防総省はみんなこう言っている、そういうような話では本来ないわけでありまして、さまざまな上下両院の議員の皆さんの声というものもいただいているということで、これからもその取り組み、我々も注目をしていきたいと思います。そして今日はこの提言のところをですね、今拝見させていただきまして、非常に考え方、一にするところあります。日米地位協定、こちらについてもですね、やはりすぐにはということは、先ほどお話があったようにあるかもしれないし、相手のある話ではあるけれども、立憲民主党として、その方向性をしっかり持ち、そして交渉を続けること、これは国民の命を守るために大事であるという考え方を持っておりますので、そういったところを粘り強く、信頼関係を持ちながらですね、交渉をしていく、下交渉も含めてやっていくということは非常に重要だと思います。で、私南海トラフの地震が起きたもんですから、急遽取りやめになったんですが、今回本当は8月にグアムを訪問する予定だったんですね。去年はアメリカ本土行きましたし、今年グアム行く予定をしていたのは、やはりそのアンダーセンをはじめとしたですね、グアムの今の状況っていうのを私見てこなきゃいけないと。一つは、沖縄からとりあえず4線に移るということですけれども、そのグアムのキャパが今後どうなっていくのかということ、また近隣の島も含めてですね、アメリカの今後の展開というものも、様々話を聞いてきたかったというところもありますし、そのグアムにすらというか、今我が国の、かつて思いやり予算と言っていたものがですね、整備として使われているわけですから、日本国民自身も、その既に海外で日本の税金がそういう形で使われているということをですね、もっと認識をしなきゃいけないということですね。グアムでやっている米軍の再編だから日本人関係ないということではもうもはやないんだということですよね。で、その文脈で言うと、第一列島線、第二列島線の考え方っていうのは、アメリカ自身も、自軍の安全をどう確保するかということの中で、これまでのように沖縄にただ固定的に基地なり兵員を置いておけばいいという考え方では、安全保障上もなくなっているんだと。いうことを我々がまたどう捕らまえて、沖縄の負担軽減ということにもやはり議論をしていくのかという視点も大事だと思いますので、安全保障で自民党側がイエスで立憲民主党側がノーだみたいな話じゃなくて、むしろよく言われるこの賢い予算の使い方という話はよく出てきますけれども、賢い防衛政策のあり方という意味で、果たして沖縄がどうあるべきなのか、我が国がどうあるべきなのかということをですね、ぜひその議論を深めていきたいなというふうに思います。そしてやっぱり立憲民主党として言っていくべきは、この抑止ですよね。この抑止ということは、単に防衛力による抑止ではなくて、対話外交なりですね、仕組みを作ることによる抑止だと思ってますので、この首脳間のホットラインですとか、危機管理の仕組みっていうのは、まだまだアジア全体で話し合われているということでいけば、環境整備できることが多々あると思っておりますので、立憲民主党政権ができた暁の、やはりこう外交上の優先順位の中にですね、こういったものをちゃんと上げていこうじゃないかと、平和情勢、安定、確保というところにいかに力を尽くしていけるかというところをむしろ際立たせていくべきではないかと思います。日中韓サミットの定例化もこれも大賛成ですし、ASEAN各国との外交的連携ということもぜひやっていきたいというふうに思いますし、
先日も広島と長崎行ってきましたけども、やはり核兵器禁止条約、この締約国会議のですね、オブザーバー参加については、まあ、我々も今、党として主張していますし、外務省のですね、ぜひ先生方とも協力しながら、外務省のどのあたりとですね、本当に一緒にやっていけばいいのかということもですね、考えていかなければいけないなと。先ほど桜井さん言っていただいたように、オバマ氏が核の先制不使用を言ったときに、一番反対したのが外務省という話ですから、でも本当に外務省ってのは、省を挙げて全員そんな考え方なのかということを問えば、実はそうではないっていう方々必ずおられるはずですから、まあそういったところとですね、緊密な連携もまた水面下でも取っていけるようにということも意識してやっていきたいと思います。これから党代表選挙も行われます。非常にこの外交安全保障も注目をされる分野だと思いますので、また皆様方からのですね、関心にも応えられるような論戦ができるようにということもお伝えをして、私からのご挨拶をいたします。続いて本当にありがとうございます。